ワン必見ナンバーアンダーラインアイのロックインジャパンフェスティバル2024全パフォーマンスを振り返る日本最大級の音楽フェスで見せたナンバーアンダーラインアイの魅力とは2024年8月11日ナンバーアンダーラインアイは日本最大級の音楽フェスロックインジャパンフェスティバル2024に初出演を果たしたこのイベントは日本国内外のアーティストが集い 多くの観客が音楽を楽しむ場であり、アーティストにとっても自らの音楽を広める貴重なチャンスだ。そんな中での初出演ということで、ナンバー・アンダーライン・アイにとっては大きな挑戦であり、またファンや新しい観客に対してその実力を示す絶好の機会でもあった。ナンバー・アンダーライン・アイは今年4月にアメリカのカリフォルニア州で開催された世界的な音楽フェス。 ーチャイラバレーミュージックアーツフェスティバル2024にも出演しており、そこでのパフォーマンスが高く評価されていた。しかし、国内の音楽フェスティバルに出演するのは今回が初めてであり、観客たちは彼らがどのようなパフォーマンスを見せるのかに大きな期待を寄せていた。特に、彼らがどの曲を選び、どのように披露するのか、その演出に注目が集まっていた。実際のステージは、限られた時間の中で、 ナンバーアンダーラインアイとはどういうグループなのかを最大限に表現しきったもので、観客の期待を裏切らない素晴らしい内容だった。ステージはデビュー曲、ゴートの MV を取り入れたオープニング映像から始まり、そのままゴートにつなげていく展開となった。平野翔が、皆さんと最高の夏にしたいと思います、と観客に呼びかけると、会場全体が一気に盛り上がり、彼らの原点ともいえるこの曲でスタートを切った。 続いて神宮寺優太が、俺たちの音楽で楽しんでいってください、と声をかけ、スクエアアンダーライン1ンへと続いた。この曲では、心地よいリズムに合わせて会場全体が揺れ動き、夏の青空の下で聴くのにぴったりな爽快感溢れる、ノーイエスへとつながった。ナンバーアンダーライン愛の3人はステージの端まで移動し、左右の観客にも近くで歌を届けるように配慮していた。この広いステージを使いこなす姿勢は、 これまで大きな舞台を経験してきた彼らなら出派のものだろう。MC では、後方まで観客で埋まった光景を見た平野が、手がいっぱい、と喜びの声を上げ、神宮寺も、嬉しいね、ナンバーアンダーライン愛としてフェスに出させてもらえて、としみじみと語った。また、岸優太も、男性の方も多いね、と会場全体を見渡し、観客層の多様性に驚いていた。続いて、彼らは、 男性の消耗期待とリクエストし、騎士が、男性の方、僕が、元気ですかって言ったらオリジナリティの声くださいと呼びかけると、思い思いの叫びが混ざった大歓声が上がり、それを受けた3人は、やばい、野球部みたいと驚きながらも嬉しそうな表情を見せた。その後、騎士が、夏の暑さにぴったりな、南国っぽい、チルな曲と紹介した、バナナ・テイク・イット・レイジーが始まり、 観客と一緒に盛り上がる楽曲が続いたが、ここからは彼らの歌声に焦点を当てたステージへと一度シフトしていった。続く、ブロウユア・カバーでは、スタンドマイクを使用したパフォーマンスが披露され、ダンサーも加わり、切ない恋愛の世界観が表現された。そして静寂を打ち破るように、ジが始まり、ダンサーとの息の合ったダンスブレイクからシームレスに、ボンへと移行していく。本日2度目となる、ゴートでは、 サビのゴート、部分が長めにアレンジされ、神宮寺が、さっきよりも盛り上がっていけますか、と観客を煽り、平野と騎士もステージを縦横無尽に駆け回った。たくさんのオーディエンスの拳が突き上がり、会場全体が一体となる瞬間だった。最後に平野が、明日からまた日常生活に戻る中で、うまくなじめない方への背中を押せるような曲と語り、愛を披露した。一握りの幸せもいい。 そんな風に思えたら、見つかった小さな愛という歌詞が心に響き、この楽しい時間が終わった後も、集まった人々が充実した日々を過ごせるようなエールが込められていた。今回のステージは、ナンバーアンダーライン愛の多彩な楽曲を披露し、曲ごとにダンサーを交え、視覚的にも変化をつけながら、彼らの持つ多くの魅力を余すことなく伝えたステージだった。おそらく この日初めてナンバーアンダーライン愛のライブを見た人も多かっただろう。少なくとも筆者がいた広報エリアでは、他の出演アーティストの T シャツやタオルを身につけながらも、最後までライブを見届けている人がほとんどだった。普段はナンバーアンダーライン愛の音楽に触れる機会がないであろう人たちにも、彼らの実力とパフォーマンスが届いた一日だったといえるだろう。彼らが今後もさらに多くの音楽フェスティバルに出演することが期待される。 実際、ナンバーアンダーライン愛は8月17日、18日に、サマーソニック2024、そして10月13日には愛知県で開催される、ワイヤードミュージックフェスティバル一重引用婦24にも出演が予定されている。これらのイベントを通じて、彼らの音楽がより広い層に届き、多くの人々に愛されることを願ってやまない。彼らのパフォーマンスは、観客にとって新たな音楽の発見であり、 また彼ら自身にとっても成長と挑戦の機会であると同時に、音楽業界全体にも新たな風を吹き込む存在となるに違いない。音楽フェスという場は、アーティストにとって自身の音楽を直接観客に届ける貴重な機会であり、また観客にとっても新たなアーティストを発見し、その魅力を体感する場でもある。No.1Line I はその意味でも、この場を最大限に活用し、 自らの音楽を新たなファン層に届けることに成功したといえるだろう。これからも彼らの活躍に目が離せない。ナンバーアンダーライン愛の音楽とパフォーマンスは、今後も多くのフェスティバルやイベントで多くの人々を魅了し続けるだろう。彼らの音楽が広がり、より多くの人々に届くことで、音楽シーン全体が活気づき、新たな展開を迎えることを期待している。音楽フェスティバルでの彼らの成功は、 彼ら自身の成長とともに、音楽業界全体にとっても重要な意味を持つ出来事となるだろう。これからのナンバーアンダーライン愛の活動に、さらに注目が集まることは間違いない。彼らの音楽がどのように進化し、どのように新たなファンを獲得していくのか、その過程を見守りたい。そして、彼らの音楽が持つ可能性がどこまで広がるのか、その未来に期待を寄せつつ、これからも彼らの音楽を楽しんでいきたい。 そこから、静寂を打ち破るように、富士へ。ダンサーとの息の合ったダンスブレイクから、ボンウェイとシームレスになだれ込む。本日二度目の、ゴートは、サビのゴート、部分の尺を長めにアレンジしたバージョン。さっきよりも盛り上がっていけますか、と神宮寺が煽り、平野と騎士もステージを縦横無尽に駆け回る。たくさんのオーディエンスの拳が突き上がっていた。明日からまた日常生活に戻る中で、 うまくなじめない方への背中を押せるような曲と平野が語りラストに披露されたのは、愛。一握りの幸せもいい、そんな風に思えたら、見つかった小さな愛、という身近な幸せを歌った曲だ。ここに集まった人たちが、楽しい時間が終わった後も充実した日々を過ごせるような、そんなエールを届けた。ナンバーアンダーライン愛の多彩な楽曲を披露し、曲によってダンサーも前いて視覚的にも変化をつけながら、 今彼らが持つ引き出しが余すことなく伝えられたステージだった。おそらく、この日初めてナンバーアンダーラインのライブを見た人も多くいただろう。少なくとも筆者がいた広報エリアでは、他の出演アーティストの T シャツやタオルを身につけながらも、最後までライブを見届けている人がほとんどだった。彼らが音楽フェスに出演しない限りは、きっとなかなか交わることのなかった点だ。見る機会もなかったであろう人たちに、 ナンバーアンダーラインアイの実力とパフォーマンスが届いた一日だったと思う。ナンバーアンダーラインアイは8月17日、18日に、サマーソニック202410月13日には愛知で開催される、ワイヤードミュージックフェスティバル一重引用婦24にも出演を控えている。こうした音楽イベントへの出演で、彼らの本気と音楽が幅広い層に広まっていくはずだ。